内科行ってきたんですけど、今度整形の方に行ってくる感じですね。何ヶ月かに1回くらいですね、ちょっとかぶる日があるんで、まあ、今回もですね、ちょっと重なっちゃった感じですね。ゴールデンウィーク控えてるんで、ちょっと余裕のある時に行ってしまおうかなと思ってましたね。今日になっちゃいましたね。で、今日お昼はですね、ちょうどいい時間帯になるんで、ちょっと今日は赤いの方ですね。今日ちょっと山本、松島市の方ですね、ちょっと行く用事があったもんで、まあ、食事はそちらで済ませようかなと思ってますね。裏道もう一本あるんですけど、ちょっとくねくねしてるんで、今回はこちら使いますね。ちょうどいいですね。過ごしやすいので。右手から出てくるルートですね。よく使うんですけど、あんまり距離変わらないですからね。電車で行くのも楽しみなんですけども、今回もちょっと車で行こうかなと思ってますね。駐車場が、無料で止められる場所っていうのを結構限られてくるんですけど、まあ、ちょっと今絞り込みをしているところですね。あんまりお金かけないでちょっと行きたいので、2000ないし3000くらいで済むようなところ、今探してるところですね。あ、こちらですね、なんか今ちょっと職種が変わっちゃったので、このルートほぼほぼ毎日通ってるんですよね。ちょっと時間帯がちょっと違うだけで、よく使いますね。なんかレッカーしてましたね。オートマであれやるとちょっと走行不能になっちゃうような気がするんですけどね。昨日と違って今日はちょっと肌寒いですね。今14度ですけども、まあなんか半袖で過ごしても良さそうな日だったり、長袖着ないと寒くて過ごせないとか、結構温度差が激しいですね。
かのトイレの場所を探してったりとかあったんで、昨日も結構ですね、トイレひどかったんで、探してたりしてましたね。コンビニが近くにないとですね、やっぱりちょっとそれは、致命傷となってしまいますからね。先日、リフに行った時もですね、近くにコンビニがなくて苦労して、あと仕方がなくてですね、エネオスですね、ガソリンスタンドにちょっと駆け込んだっていうのがありますから、あれもちょっと、ルート選びは気をつけた方がいいかもしれないですね。あと最悪、本当にパチンコ屋さんに駆け込むとかしかないと思いますからね。それではこちらにカットします。終わりましたので、今日はお昼を食べに行きますね。ちょっと眠くなっちゃったんでですね、車でまあ5分10分仮眠取りましたね。今日はあまり暑くないんで過ごしやすくて良かったですね。11時半ですね、開店なので少し早いんでですね、ちょっとゆっくりめで行こうと思うんですけどね、まあ、10分かからないですからね。車でですね、うとうと寝ちゃったんですよね。まあ、眠いよりは少し休んじゃった方がいいですからね。
ますね。
ではこちらでカットします。それではあとはですね、今日は久々に元気の湯に向かいますね。ちょっとですね、単品とセットを間違っちゃったみたいで、すごい量が来ちゃいましたね。ちょっとご飯物食べきれなくて、ね、少し残してしまったので、そこがちょっと心残りではありますけども、結構美味しくいただきましたね。いや、食べきれないっていうの久しぶりですね。結構な量があったんですけども、下手にちょっと大盛りはしない方がいいかもしれないですね。チャーシュー麺とチャーシュー丼にしたんですけども、チャーシュー丼ですね、どういうわけか定食できちゃったんですよね。まあもうちょっと時間あれば食べられたんですけども、結構混んできてですね、待ってる方が多かったので、ちょっと席を、開けましてね。カツカレーの、普通盛りでも結構な量だったんですけど、なんか大盛り頼んでる人もいましたね。ちょっと量が多すぎる感じもあったので、並んでましたね。結構人気店なんでしょうね。
機会があればちょっと行ってみたいですけども、次回はちょっとあまり欲張らずにですね、食べきれるようにちょっとチャレンジしたいところですね。なんかもう食べきれないなと思ったら変な汗が結構返ってきましたね。チャーシュー丼だけでも良かったかもしれないですね。チャーシューがちょっと余計だったかもしれないので、あれも単に、大盛りにしない方がいいですね。値段も結構安いんですよね。800円以内で食べられるようだったので、まあ、ライスも別に頼まなくてもお腹いっぱいになりそうですね。休んでからですね、サウナ入ろうかと思うので、先週の金曜日はですね、ちょっともう体が痛くて動けなかったのでちょっと辛かったんですけど、昨日ちょっと半身浴して、まあ、ゆっくり寝たんで、先週の金曜日ほど体は痛くないですね。フルの入り方とかも気をつけないといけないなと思いますけどもね。サウナ入ってのんびりしてですね、あと帰ろうかと思うので、昼も食べたんで、だいぶですね、気分的にも楽ですからね。来週ちょっとゴールデンウィーク入っちゃうんで、病院とかもまあやってないことはないんですけど、混み合いますからね。29日とかはまだやってると思うんですけども、ちょっと早めに来ましたからね。いやー、ちょっと丼の大きさがちょっと圧巻ですよね。ちょっと見た目よりも全然大きかったですからね。チャーシュー丼あの量で700円でした。結構お得感がありますね。今度はちょっと単品で行ってみようと思いますけどね。あと日帰り定食とかもあったみたいですね。平日休みの時ちょっと、行ってみようかと思いますけどね。
で、車用車、ちょっと CVT なんで、結構あれ気を使っちゃうんですよね。アクセル踏みっぱだと、ちょっとスピード乗ってしまうので、いろいろと、ですからね。あと荷物積んでるんで、段差とか気をかけないといけないですからね。軽の貨物はどちらかというと荷物積んじゃった方が乗り心地がいい感じもしますね。空の時なんかポンポン跳ねちゃうんですよね。これでなんか挙動がちょっと怖いので、なるべく後ろの方に重心かけるように荷物は積んでるんですけどね。それではこちらへカットします。そうですね、サウナサンセットやってきましたね。
で、まあ、マッサージチェア、15分100円のがあるんですけど、ちょっとそれやってましたね。またそこでちょっと仮眠取ってみたんですけども。あと今日はリサイクルショップさん、ちょっと見てきてですね、あと帰ろうかと思うんですけどね。繋がってるんですよね。234567ですからね。したんで、まあ、背中のちょっと凝りは、まあ、取れた感じもしますけどもね、なんかゴリゴリするんですよね。ぶつけましたね。2メートルの、高さ制限なんですけど、
ちらでカットします。今日は見てきたんですけども、あまりちょっと今日いいのなかったですね。ショーケースの方に 5G のですね、ホームルーター売ってたんですけども、まあドコモの SIM 持ってないですからね、あれば即買いしたかもしれないんですけども、電線かなんかでしょうかね。結構高いですね。5メートルくらいあると思うんですけど。
本日の動画はこの辺で失礼しますね。それでは失礼します。お疲れ様でした。